皆さんこんにちは。今回は、ある自治体の広報で心霊騒動があったという話を教えていただいたので、それについて取り上げます。2008年の広報にはっきりと男の子が映っていたというのですが、視聴者さんから、高崎市の広報で奇妙な写真が掲載されていたので調べてほしいというリクエストをいただきました。高崎市が発行する広報高崎の2008年5月15日号の表紙に春菜子の写真が使用されていたそうです。その写真上部の木の枝のところに男の子が写っていたというのですが、湖に張り出した木の枝で、とても男の子がいるようなところではなく、当時心霊写真として騒がれたのだと言います。現在は Google で検索しても出てこず、この件について真相を知りたいとのことでした。この件について軽く調べた限りだと、確かに広報高崎で心霊騒動があったという話は出てこないです。ただ、リクエスト主さんが独自に調べたところ、この件について言及したブログが1件ほど見つかったそうで、当時、広報高崎を見て心霊写真だと思った人は他にもいらっしゃるようです。春菜湖は観光地として有名ですが、一応心霊スポットとして言及しているサイトも存在します。自殺の名所とも言われているらしく、そこで亡くなった方の霊であったり、手すりの下から子供の顔が覗き込んでいる、というような噂もあるようです。この噂の真偽は定かではありませんが、このような場所で、不可解な写真が撮れたという話は確かに怖いですね。ただ、この手の話は、いわゆるシメラクラ現象のような、なんとなく顔に見えるレベルのものも多いです。今回の写真については、どのような写り方をしていたのでしょうか。さて、具体的な広報の日付もわかっていますので、とりあえずバックナンバーがないか調べてみました。広報高崎は今も発行されておりますが、現在は残念ながら過去5年分のものしか確認できないようです。なので、あるとすれば現地の図書館に行くしかないのですが、所蔵されているのかも怪しいので、過去の広報が見れないか自治体に問い合わせてみると、表紙の画像をいただくことができました。それがこちらですが、確かに証言にあった2008年5月15日号の広報です。しかし、男の子が写っているという話でしたが、皆さんはどこに写っているのかわかるでしょうか。私もしばらく眺めていたのですが、男の子に見えるものすら見当たらず、確かに家族が中央に写っていて、そこに笑顔の男の子がいるのですが、さすがにこれは心霊写真のような写り方ではありません。リクエスト主さんの証言に一部誤りがあったのでしょうか。もしかすると別の広報にあったのではないか、とも考えたのですが、そういうわけではなさそうです。冒頭で、リクエスト主さんが調べた際に一件だけこの件に言及しているブログを見つけたと話しました。私もそのブログを調べてみたところ、確かにこのような記事が投稿されております。2008年5月29日の記事ですが、広報に心霊写真が使われている、と話題になっていると書かれています。どうやらホームページで市がこの件について返答をしていたようですが、苦しい返答、であると書かれていますね。さらに、写っていた広報についてはやはり5月15日で、春菜湖のほとりで親子4人が写っているとのことなので一致しています。親子には異常がないものの、お父さんの左側に視線を写す時の枝におかっぱ頭で半ズボンの子供の姿があると言います。つまり、ここまで説明できるレベルではっきりと写っていたということになるんですよね。興味のある方は高崎市のホームページから確認できるとのことで、アーカイブから当時のページを確認してみることにします。このように、当時は過去5年ではなく、もっと昔の広報の PDF をまとめて掲載していたようです。画像は残っておりませんが、該当の広報のページを確認すると、確かに市がこのような声明を出しています。表紙の写真が話題になっているようですが、これは撮影場所広報で遊んでいた子が実際に写り込んだものです、とのことで、被写体の家族を引き立てるため、別の人物が映らないタイミングを見計らってシャッターを切ったものの、撮影を面白がった子がおり、
機の影から出たり入ったりしていたのだそうです。このように、やはり5月15日号は当時話題になっていたようで、なんと市が声明を出す事態にもなっていました。市も騒動を認知していたということで、私がいただいた表紙はすでに修正されていたのか、もしくは同じ構図で撮影した別の写真を使ったのではないかと思います。なので、真相としては現場にいた子供が映り込んだ、ということになります。ここからは、オカルト的な考察をしますので冗談半分で聞いていただきたいのですが、少し不可解な点があります。市の見解を読んだ限りでは、男の子は映り込んではいけなかった、ことになります。しかし、このブログやリクエスト主さんの証言では、かなりはっきりわかるレベルで映っていたわけです。一体なぜこの男の子に気がつかずに表紙に掲載してしまったのか、という点が気になります。仮にその光景も良いということで採用したのであれば、その後に表紙を変える必要はないですし、男の子が写っていない表紙が用意できるのであれば、最初からそうするべきです。保護者の承諾なしに写真に載せてしまうと後々問題になる可能性もあります。なので、男の子がはっきり写ったという写真を使うのは少し違和感があります。もう一つ、リクエスト主さんによれば、とても人がいるような場所ではなかった、とのことでこれについても気になります。このように、男の子が写っていたという話ですが、ブログにも書かれている通り、市は苦しい返答をしている、と言われても仕方がない不自然な点がいくつかあるのです。もしかすると、あの表紙は本当に写ってはいけないものが写っていて、すぐに修正されてしまったのかもしれません。というように、ちょっとオカルト的な考察もできる奇妙な一件でした。おそらく、その辺の子が写り込んでしまい、そのまま気にせず表紙に使った結果、大事になったので修正したのが真相だと思いますが、実際にどの程度写り込んでいるのかがわからないので、後ほど高崎市に行って広報がないか確認してきます。これでありえない場所に写っていたらゾッとしますが、どうなんでしょうね。この件について、もし当時話題になっていたという話をご存知でしたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。いかがでしたでしょうか。心霊写真騒動はたまにある話ですが、自治体が直接触れるのは珍しいですね。残念ながら、おそらく修正された表紙しか確認できておらず、どのように写っていたのかは未だにわかっておりません。観光地ですし、他に人がいてもおかしくはないのですが、ちょっと奇妙な話ですよね。